このバカ娘が。お母様。わしの名は楓という。よろしゅうな、ベニマル殿。わしもおぼろ流を学んだのじゃ。我が師300年と少し前、オーガの里で世話になっておった。クヤには孫がおった。わしにとっての兄弟子じゃ。わしはその剣の腕に惚れ込んでおった。おい、ちょっと待ってくれ。それってつまり白狼の。おお、白狼とな。そうか、剣気殿は名を得たのだな。こう見えてわしは楓殿がそれほど重い病だとは。おそらく病ではない。もみじ殿を長い間腹の中で育て、力の大半を託した。15年前に産み落とし名を授けた。結果、山の神とも称されるほどの魔素量をほぼ失ったのだろう。なるほど。お前様、あの若者はお前様が使わしてくれた最後の希望じゃ。まだ経験の乏しい娘の後ろ盾となってくれるといいが。